久保さん、久保さんも知ってましたかなんかシンクロですね。いや、今日ですね、あの、ちょっと、結構やりきりましたね。あの、ワン、ツー動画を45本、まあ、タイトル無料プレゼントにしようかな。昨日、24時間限定で無料プレゼントやってたんですけど、まあ、45人来てで、45人の動画撮ってたんですけど、6時間ぐらいやりましたね、6時間。 6時間ぐらいやりましたね。ちょっと休憩ですね。疲れました。<laughs> いや、結構ね、もうちょっとおっさんになりましたね。いや、6時間喋り続ける。まあ、休憩もちろんしてるよみますけど、結構疲れました。ちょっと休憩します。休憩しますという動画をまた撮って休憩してないっていう。 まあ,ね、もうあのー、一人一人ねアンケート読み上げてこうやってたんですけどなんだろうなうんまあ今回の質問があそう久保さん久保さんにこの質問してみたらどうか今日今日そのアンケートがどういう質問かっていうとそのなんだ質問内容がそう久保さんだったらどう答えるかっていう これいいんじゃないですか。久保哲郎はどう答えるっていう。まあ、45人は回答しましたんで、46人目、久保哲郎。<laughs> そう。どんな回答な、なんだよ。こう久保哲郎にクエスチョンですね。そう。まあ、今回のプレゼント内容が、必ず稼げる4つのステップみたいな。ああ、必ず稼げる4つのステップですね。まあ、タイトルがパンチだったんで反応結構良かったんですけど。 うん、そう、質問内容が。よいしょ。これから3年、何に時間を使えば必ず稼げると思いますかこれから3年、何に時間を使えば必ず稼げると思いますかっていう質問内容ですね。まあ、これでちょっとアンケート取ったんですけど。うん。はい。 久保哲郎はどう答えるかですね、はい行ってらっしゃい